頑張れ 今回もリポーターはバンディ石田さんですはいリポートしますよ バンディさん本当になんかね、うん、あの前回から思うんですけどバングラデシュに行ってきてからすすっっごいままたさらにテンンション上がってますよ、ねはい、もうそれはですね <laughs> 熱気活気にも圧倒されてしまって喋、はい、りたいこといっぱいあるんですけどごちゃごちゃにななっててうままく出てこない <laughs> まあ少しずつねそれをあの、うん、お聞きしていきたいんですけど、はい、やっぱりこう違う国に行った時に、うん、そこでこう迎えてもらう歓迎してもらうとまた印象がより高まるっていうのがあると思うんですがどんな感じだったんですか、えー、じゃないいですかいや本当これ でもねサプライズでびっくりだったんですけども。 バングラディッシュのダッカにですね、グラシャルパワーステーションという発電所があるんですよ。発電所かなり大きなとこなんです。そうなんですよ。発電セレモあの発電所にですね、我々は連れて行かれたんですね。で、この何ですか？それは急に。で、トモグループの人たち何どこ行くんだろうみたいな。行くとですね、その大きな発電所の中にフィールドがあります。フィールドがあります。何してるんですか？そこでね、あの僕最初何何やってるのか分からなかったんですけど、サッカーしてるのかなとこのクリケット。 クリケット、うん、あの運ぶ運ぶような大きなやつみたいなんでね、<laughs> はい、あのー、ちょっと野球の親戚になるんですかね？だ <laughs> かすいませんね、あのー、私たちの知識はちょっとねあまりそこに届いてないんですけど、でもクリケットって確かバングラデシュですっごく人気のあるスポーツ、聞いたことが。サッカーかクリケットか。で、あすごい。 まず驚くのが「はい、あの共にの,、T、あのシャツを着てユニホームになってる」はい「あっ共にのクリケットチームがあったんだ知らなかった共にの人たちは知らないでも共にのクリケットチームがあったんだ」知らなかったクリきてさらにですねそこからですね式典セレモニーこれが歓迎セレモニーなんですよ。はい、あじゃあちょっとクリケットちょっと一旦置いといて歓迎セレモニー、はい、どんな感じだったんですか,か PDB ハイスクール ラハマン・ミザール先生とこのクリケットチームがいてでこの、えー、でラハマン・ミザール先生がですね、はい、えら、ー、い人なんですよね向こうではね。はい、で、えー、この日本との友好ということでで各人エンブレムを胸につけられまして、はい、で、えー、表彰盾てみたいなのものってこれが僕もメンバーに入ってたんですよ。つまり向こうの方が日本から来た共にグループの皆さんに表彰してくれたっていうことですか、うんうん、表彰された な,なんかすすごいですねえそこに伺っただけでそうなんですよそんな歓迎を受けたっていうことなんですね。ねラハマンさんあの一緒に行ってる方のラハマンさんね,ややねラハマンさんだけは知ってたんですけどあと、はいはい、の人日本人チームは全然知らなくてそれでさらに続いていくわけですよ。えーはいこ 木がバングラディッシュと、えー、日本の国旗がだーッと上がりまして、はい、で、バングラディッシュの国家が流れて君が代が流れ、君が代が流れてるんですよ。あのちょ,ちょっと待ってください。バンデさん、うん、なんかオリンピックかなんかの開会式みたいな雰囲気になってきましたけど、そんな感じなんですよ。はい、で、あの終わったら僕も含めて、はい、あの子供たちのサイン攻め、はい。え、子供たちもそこの式典に、うん、そのクリケットチームの子供たちが。うん あ、クリケットチームの子供たちじゃないです。地元の子供たち。<laughs> ちょっとこの辺が <laughs> ぐちゃぐちゃになってきましたけど。<laughs> クリケットチームはクリケットチームで置いといてください。あの地元から見に来てる集まってきてる子供たちなんですよ。<laughs> はいはい。はい、えそれでですね、えー、このこの出来事がですね、翌日にはね、<laughs> はい、ジョノコント氏というまあ向こうの代表的な新聞があって、それ以外でも。 十個の新聞に載ったということで、はい、ここでですね、共にの,の皆さんのちょっとコメントをお聞きください。すごくねあの、バングラディッシュの方の熱い気持ちとか、また、こういう若い子のね、素晴らしいあの瞳を見て、あ,のあえて、もう一度ね、バングラディッシュっていい国だなと思いました。もっと日本とバングラディッシュが。 あのー、絆を持ってね、はい、前進めるんじゃないかなと思う、貴重な1日でした本当に、あのーまあ、日本と、ね、バングラデシュが、ね、これからも、ねあのー、仲良く、それからまあ今ね、この子どもたちがたくさんいてるんですけれども、まあ、彼らが本当に、ね、日本に来て、ね、はい、あの我々と一緒にお仕事ができたらなと思って、非常に感慨深い1日でした、はい、まあこれからの、ねはい、ちょっと運営の方はしっかりね、われわれも、あのー、共に頑張っていきたいと。はい 本当にびっくりしましたまさかこんなクリケットのともにのチームもできててこんなにたくさんの人たちに温かく迎え入れられたくさん日本に来てほしいなという気持ちがままますす強くなりした皆さん、どんの場ありがとうございます。 どんどんばーいやー本んとにねあの元気な皆さんの声聞かせていただきました、えー、プロジェクトを進めている中田代表そして宮尾博さん泉恵先生のもう本当になんかね気持ちの弾んだコメントを聞かせていただきましたバンディさん何か新しい動きがあったんですよねあったんですよこれがですね、はいえー、バングラデッシュのダッカにですね PY ともにグループのオフィスが。 誕生したんでですすねおめでとうございます、うん、バングラディッシュのダッカにボンロビという場所がありまして、はいえー、そこのビルの中にですねこう上がっていくとテープが貼ってあって、はい、でテープカットをやって、はい、オフィスがオープンしたんですよ。 その瞬間にバンディさんも立ち会ったということなんですね立ち会ったも歴史的な瞬間ですよね <laughs> 素晴らしいですこれからバングラデシュのミッションが始まるということですねははい。はい。そこでですねまあ、伝えるべきことはたくさんあるんですが<っ>もちろんオフィスはあったんですけどそれより以前にできていたのがバングラデシュの共にの日本語 研修センターはいで、えー、そこにはもう学生さんがね、えー、十数名ぐらい、えー、勉強してる姿をちょっと見学したんですが<ー>、まあ、その中で、まあ、いろいろお話を聞きました、えー、お話を聞いたんですがその中でもやっぱ語学っていろいろですよねそれぞれこう才能のある人っていうのがあるんですよ。でで、はい、日本ににに行ったここともないのの向こうで勉強してる この人の日本語力は何だという人をちょっと見つけてきたので、はい、その方のコメントをちょっとお聞きいただきたいと思うんですが向こうで日本語を勉強しているエモンさんですあえっと日本語ではいつもとひらがなとカタカナは簡単では漢字ではちょっと難しいですね、はい、でもひら,いやひらがなのいろいろな言葉はとても面白いですだからいつもはひらがなのその言葉は、うん と、間違い時は、どうやと覚えますか、わからないって言も。はい、バングラゴンのいろいろな形が、いろいろな教え方、自分ですくって、その練習しています。はい、とても、とても面白いです。いや、自分で工夫して、いろいろ覚えてらっしゃるということと、うん、バンディさん、さっき、あの、日本に来たことがない人っておっしゃってまでしたそうです。全然行ったことないです。バングラデシュの中で、日本語を学んで、うんうん、いや、私でも、なんか、すぐにもう会話できそうな。 感じですよ。完全に聞き取りもバッチリだし、でほんであの喋ることもね、ちゃんとこう日本語で頭整理されてるんですよ。翻訳してないというのがわかるんですよ。そうですね。本当なんか普通に考えてそのまま喋ってるというので、だからこの人があなたって言うたら頭の中もあなたって言ってるんですよ。なんとかこうでこであなたであいう感じであなたってそのあのタイムラグがない。ね翻訳してないですよね。うん。そうですよね。なんか。 あの、どうやって勉強されるんでしょうね。本当すごく興味湧きました。この人のそのなんか語学に対する意欲とか、うん、で発音も綺麗でしたよね。綺麗、ね、ですよね。うん、でも、やっぱ面白がるっていうことですよね。<あ>さっき言ってた自分でこう、だから。誰かに教えられたことをそんなまま丁寧にやるんじゃなくて、俺やったらこうやって勉強するとか。だからこう、なんかこう、面白みを見つけると。 いいやい、ね、なんかすごいですごでねそれ語学もねもちろんですけど、うん、なんか物事やる時にどうやったら面白くなるかなとか、うん、あとあの自分にはこういうやり方が合っているとか、うん、例えばスポーツとかでもちょっとそういうふうに工夫した方がなんか上手になるんじゃないかしらっていう気がねちょっとしたんですけど僕はバングラディッシュにいて創意工夫というものをですね今回見たような気がしたんです。はあ それでですね、はい、もう一つこれは伝えたいのがですねえ,え、えこのエモンさんもう一言ちょっと取っておりますのでちょっとお聞きください、はいはい、と日本語ではと日本人の話し方はとエクスプレッションは話し方とはああわからないわこの話し方は私はとても素敵ですあすみませんわからないもう一度お願いします ちょっとごめんなさい。はい、あすいません。ちょっとわからないっていう、なんかもう普通にしゃべってますよね。そうなんですよ。そのフレーズがなんかこう、使いやすいとか、好きだっていうことなんですね。いや、分からないということが分かっているんです。あー、なるほどなるほど。分からないということがすぐ分かって、そのわからないということを分からないと言えるんですよ。<laughs> これがこの人なんですよ。 いやもうぜひねモンさんいらしてください日本にそしてなんかこうスタジオ来ていただいてちょっと一緒にトークしたいですよね、うん、我々ね分かってるか分かってないかが分かってないことが多いんですよ <laughs> で彼は分からないことは分からないと分かっているんですよ分からないっていうことがねやっぱり分からないっていうことがやっぱりすごいんですよね。私ははバングララディッシュでで学学びました分分からないことを分かららなないいここととと言えるこれはですねもうあの哲学の祖、はい、ソクラテス 同じなんですよこの人って話が深くなってきましたね今日はね,、うん、ねはいでもミキネも同じですよだってインタビューはやってるんですからわからんって言って仕事してるんですよ、うん、教えてください <laughs> <laughs> いやいや,いやちょっと待ってくださいよ <laughs> 確かにねあの教えてくださいっていう気持ちで話を聞かないと分、うん、かってる分かってるって思いながら聞いたら全然広がらないですし、うん、で勝手な思い込みで言ってしまうと、うん、結局ねインタビューした相手が途中でなんか喋らなくなってしまうっていうのがあるんですよね、うん、あこの人は話を聞く気がないんだなっていう風に思われてしまうから分、うんうん、からないから教えてくださいて ってはっきり言えるって、うん、すごいやっぱりね、私コミュニケーションとしても大事なことだと思います。うん、いやあ、共にカムトギャザー学びが多いですよ。ぜひまた次回もね、いろんなリポートお願いいたします。ありがとうございます。多様で共生できる豊かな社会を目指して、ワンワールド世界は一つシリーズ共にカムトギャザー。